おはようございます。お肉まプラスです。今日も朝から暑いですね。今日はちょっと朝から新宿で仕事があって、結構早起きで一仕事片付けて今帰ってきました。結構朝なのに少し歩くだけで汗をかくっていうのは結構暑いっていう証拠ですよね。では今日も占いについて語りたいと思います。今日の僕の総合順位は2位とかなり上位の方にいます。で、星の数が星5つ、恋愛運が星4つ、仕事運が星4つ、健康運が星5つですね。ですから健康運と金運が星5つでマックスですね。で、ラッキーカラーが赤で、コメントが伸び伸びと自由にが幸運を呼ぶ鍵、周囲にとらわれず自分のペースでと書いてあります。まあ伸び伸びと自由にっていうのは理想の生き方ですよね。で、自由に生きて幸運が舞い込んでくれば最高の人生なんですが、生きてるうちにはいろいろと壁があったり谷があったりしますからね。自由に生きられるっていうのはなかなか難しいですね。はい。で、そうなんですけど、今日は一応上位ということで、金運が5つの時はちょっと宝くじを高めに買うかしてるんですけど、なんせ土日はちょっと宝くじ自体の販売は買えるんですけど、発表がないので、その日に結果が出て楽しめるっていうのがないのがちょっと残念ですね。ですので3つの数字当てたり6の数字当てたりとかっていうのは買わずに、なんか目が大きいとかいうまたあれですね、こうジャンボとかに近いようなやつを1万円ぐらい買うことにしてます。で、今までちょっと銀行に、特定の銀行に、ネット銀行とかの方が便利かなと思ってそこから買ったりとかしてたんですけど、だんだんそれも現金をその銀行に振り込んで買うっていうのもめんどくさくなってきて、クレジットカードを一つの銀行に集中させてるんですけど、それとクレジットで買えるところを探して、そうですね。で、宝くじサイトっていうところだとそのビッグは買えないので、探してたら楽天の、カードで買えるサイトを発見したので、そこから引き落としの銀行を紐付けてあるのが一つなので、一本化してなるべく現金を一つの銀行に入れればいいだけにするような生活にしていきたいと思います。はい、ではお肉まプラスでした。ではまた。